はーい、どうも、ナトだよ。キューレ、新武器ボトルガイザーフォイルを使ってガチマッチやっていきたいと思います。新武器ボトルガイザーフォイルは、サブがスプラッシュボム、スペシャルがバブルランチャーで、まあ間ね、プライムシューターコラボにちょっと似たような武器なのかな。まあでもプライムシューターコラボより塗りはどうなの、プライムの方塗れるか塗れるんだけど、まあその分射程長いからね、まあ連打で当てなきゃいけないんだけど、射程長くなったし、あと、武器バージョン 3.0 の武器強化で、あのボトルガイザーって連打で撃つやつと長押しで撃つやつがあって、長押しで撃つやつの、射程が伸びたのとインク効率が良くなったから、まあ、一応メインの強化も入ってるから、まあ、これかなり強い武器なんじゃないかなって思います。まあなんでね、今回はバブル中心のスペシャル性能アップ 1.6 対物攻撃力アップで、あとはなんとなくインク回復をつけたみたいな感じのギアでやっていきたいと思います。そういう意味でやっていこう。はい、マッチングいたしました。もずくの縁のガチオクバトル、よっしゃ、やっていくぞー。さあ、いくぞー、行くぜ。よし、行くぞ行くぞ。チャン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 、よっしゃ、行くぞ。さあ、当たらぬぜ。あれ、黒と、あ、黒が色に入れるぞ。やった。オッケー、ホップ奪っていく。オッケー。うわ、マジか、うまいな。うわー、そうくるー。ナイス、オッケーオッケー。やられていく。シールド、マジか。シールドでうまく防がれたな。さあ、味方殺さない。いや、マジか、あいつか。いや、でもいいな、対物つけてるおかげでアーマーに対しても今のあいつ持っていけんの強いな。さあ、ここから、ここから、ここからまだ人数、黒が多分そこいるかな。いない。いるな、これ。やった。あー、そっちから行くの、マジ。ナイス、よく止めた。さあ、バブーランチャーの使い道があんまり。ちょっとやっていく。さて、投げ。無理だ、これ。くぅ、やべ、矛があれだな。ちょっと矛の前と一緒に進んでないから、あんまりうまく噛み合ってないからあるな。ちゃんと矛割って、味方矛持ってから攻めないと意味ないな、これ。こうやると本当に意味ない攻めになってるから、キル取ってるとか、そういう問題ないかな。左1枚だと3個、5個、5個、5個、みんなで攻めないからね。だけど、はい、これは帰っていく。で、ただ60、全然進んねえな全然進んねえな。やる。さあ、これはとりあえずバブル置いてるから、とりあえず時間稼ぎ、時間稼ぎするんだ、これ。なんだこいつ、ナイス。まだいいんですね。やった、やった。オッケー。さあ、しっかり防衛していく。一発当てたけど、あるけど、まだいいんだけど。
あいつか。オッケーオッケーオッケー。激しい激しいよこの戦い。だからあんまりなんか累状況も人数よりも取れねえんだよな。なんでだろう。ナイス。防衛はできてんだけどね。これ持ってこ。あ、いる。いる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 。いや、ごめん、もうこれ、マジか。とりあえず、これ、やばいな、もたえたら終わりだぞ。もたえたら終わりだぞ。もたえたら終わりだぞ、マジで。ナイスナイス、オッケー、危ねえ。オッケー、やった。危ねえマジで危ねえ。で、これ、防衛できる？やった。さあ、ラスト防衛、行くぞ。オッケー、ナイス。あー、この試合、ヒヤヒヤするわ、マジで。マジでヒヤヒヤするんだけど、この試合。やめて。やめてって感じ。もう、ホイルでも強いわ。普通にキルタイム早い。連打力できる人なら、普通に、めちゃくちゃキル取れるね。キル取れるですから、キルタイム出せる。はい、マッチングいたしました。アロワナモーレな。ガチャグラー！よっしゃ、ボトルガイザーホイルさ、いくぞ。この武器はね、本当に、ま、硬い。めちゃくちゃ硬くなる。防衛も、で、攻めもバメられちゃうから、本当に硬さを出せるね、この武器は。本当に射程もあるからさ、できればね、この武器は、アサリは結構持ってて、おったい武器かもしれない。あいつか！長え射程マジか、ロングブラスター長いな。これ、ああいうちゃしょうがない。ジャンプ値だからな。まあまあまあ、ジャンプ値でチョクられたらしゃあねえ、あれ。ワンチャン狙ってきやがったからな。さあ、一人キューブ持ってる。アサリ作る。ショットなんて。これは一回後ろ引いて、バブルランチャー試して、右通路は取れてるのか、これ。これで俺とりあえずハーフとなっていく。ちょっと待って、当たんないか。フェイク回復も積んでるから、さ、どっかです。さあ、敵バブルランチャー、ここ一回割らせよう。これ一回割らせたいかな。さあ、俺も作っちゃったな、これ。絶対バブルランチ勝つな。さあ、はい、さあ、行くぞ。いや、後ろ来てる、後ろ分かるかな。さあ、ナイスナイスナイス、オッケー、60、こりゃでかい。さあ、いいぞ。あんな感じでね、ずっと維持しながら、攻め時を身につけたら、こうバブルランチャーで一気に押し返すっていうのは強いかな、やっぱ。いや、なんかプライムシューターコラボに似た立ち回りだよね。そう、プライムシューターコラボに似た立ち回りで、ここにいるから。で、さっきロングにちょかれてるかな、ここ。ちょっと怖いよな。ちょっと怖いから、これ、ダメな。こっちから行った方がいい。こっちから行こう。敵、ガチャーサに2つ持ってるから、それちょっと気をつけつつ。さあ、1枚やる。1枚やる。まだいるし。まあ、しゃあないか、2枚。まあ、これでいいとしゃあないな。ここからまた押し返せばいいだけ。さあ、これいるかな。俺もこっちいるんだよな。集中しちゃうな、が X。X 集中して全然喋れなくなる。
集中してしまう。すまねえ、実況動画になってねえぜ。さあこれ持たれる。逆にやれないか。ちょっと来てる。これはいや、もうこれアサリもうちょい作っちゃおう。アサリ作って維持しよう。維持、さあ維持していく。さあこれ維持してれば勝ちだから、よし。こんな感じかな。マジこういう立ち回りが本当に強い。マジで基本防衛で攻める時だけバブルランチャーで攻めるっていう、この立ち回りが本当に強いから。でスプラッシュボムもあるからなかなか敵攻め込めねえんだよな。この射程とスプラッシュボムとバブルランチャーで本当に強い。これガチアサリね、めちゃくちゃ強いからね。このコイルはここは無理して攻める必要ないけど、とりあえずバブルランチャー溜まったから、さあ1枚やるでしょ。こんな感じ でマジで強いよ。この立ち回り、この立ち回り本当にガチアサリめちゃくちゃ強いんで、もうこれもう無理する必要ない。オッケー、もう人数不利になるのが一番最初だから、さあ2枚やるでしょ。はい強い。でこれで S、 これが、ボトルガイザーホイルの立ち回りなんですよ。強い、ほぼデスしないからな。本当にガチアサリボトルガイザーホイールマジでほとんどデスしない。まあ攻め込んだ時ぐらいかな。まあ防衛の時も、まあ、裏取りとかされたらデスしちゃう時あるけど、こういう立ち回りマジで強いからな。オーケー、ななナイス。オーケー、本当に維持する。はい、最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画気に入っていただけたなら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。あとツイッターもやっているので、ぜひ概要欄のリンクからフォローお願いします。それじゃあね、バイバイ。ナナトでした。また見てね、バイバイ。